はい、どうもー、ドンクローズのヨータと、ユータと、山本です、はい、今回は、あの、長野の、万足のお茶犬さんから、はい、松茸いただきました。でかっ、すげえ、初めて見た初めて見た。今日はこれを料理するんだけども、うん、あなたたちは、松茸の味が分かるのかどうか、ということで、ぶなしめじとエリンギを買ってきたので、うん、一緒に調理して、うん、後で目隠しをして食べて、分かるのか分かるのか、それをやっていこうか。あれ、なかなかすごいね、立派。よくやったんだけどな、これライトアップっつってブーッつってブーッとか全部硬さやな。はい、これはね、洗わないで濡れたタオルで拭いて、ここのあの砂がついてる部分は包丁の背中か何かを使ってこう軽く削ぎ落とす。へー、そういう風にします。俺にはできない高等技術を使ってね。これ何ビニールじゃん。まだのペラ、あのビニールじゃん。ビニール、これで蒸してきます。フィル蓋するってことこれで、ね、包んじゃいます。あ、そう包んで乗せん、乗せちゃう。でも溶けるじゃん。まあ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 、ここもね、一個見どころのところを作っておきましたんで。ああ。ここに、うん、はい、やっぱあの長野のお茶犬さんから来たんで、うん、これあの長野の日本酒です。おお、相性抜群。これをこう入れて、はいはい、はい。で、これをね、ふわっとね、包んで、こう、こうまとめて、うん、結んじゃいます。見た目も楽しめるんだよね、グズグズなってるところが。ね、すごいじゃん、これ。こういう感じで、包んじゃいます、これをこの上に乗せて、火をつけます。つきません。つきました、はい、そんな強火でいいので、あの中見ながら、見えるから、ああ、そうですね、そこで調整できるっていうね、これ。え、大丈夫、バチバチいってるけど大丈夫、本当に本当に大丈夫だ。うん、これで今沸いてきたから、そしたら弱火にちょっとしましょう。はい、すでにすごい、こういう感じでグツグツしてます。出しましょう。蒸し焼き中で、蒸し焼き中ですね、これ。こういう感じです。もう見とれちゃって、もう口っぽかがしちゃった、うん、これどう、このセロファン。すごい、ね、すごいでしょ、中も見えるし、見て楽しい。ほらほら、全然焦げてない。なんかおにゃい、今のあ、すごい、ほんとに溶けてない。おー、あー、いい匂い。あー、すごい、もう、あ、あ、いい匂い。わー、やば。こういう感じにね、出来上がっております。はい、じゃあ、ちょっと食べていただきましょう。はい、一つ目、はい、両手差し上げて、これ今同じもん食べてる。同じもんを、はい、じゃあ次いきますよ。はいはいはい、三つ目いきますよ。はい、はい、取っていいです。じゃあ、うん、何番目かを一斉にせーので、うん、言っていただきたいです。せーの、3。やーだー、わかる。うん、うん、わかる。そのぐらいやっぱり、うん、やっぱこのね、違うね、違うんだよ。あ、違うんだ。今もう当たったからすげえ自信ある。あ、あのもう初めてマスタケ食べたでしょ。うん、もう十分だね。あと俺いただくから。なあ。お茶犬さん、ありがとう。チャンネル登録を、はい、よろしくお願いします。うわー、何、裂けるチーズみたい。こう歯ごたえがやっぱあるよね。なにこれ。